ティモシー・アーロン・ロープスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のミルウォーキーブルワーズ所属。兄のクリスチャン・ロープスもプロ野球選手である。2012年の MLB ドラフト6巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・マリナーズで、プロデビュー。 A 級ハイデザートマーベリックスでもプレーし、2球団合計で57試合に出場して打率、313、33打点、7盗塁を記録した。2013年は、A 級クリントン・ランバー・キングスでプレーし、92試合に出場して打率27、272、1本塁打、36打点、10盗塁を記録した。2014年は、 A 級ハイデザートでプレーし、114試合に出場して打率、238、4本類四44打点、18盗塁を記録した。2015年は A 級ベイカーズフィールドブレイズでプレーし、123試合に出場して打率、276、2本類四49打点、35盗塁を記録した。二千十六年は A 級 ジャクソン・ジェネラルズでプレーし、131試合に出場して打率、284、1本塁打、四49打点に投塁を記録した。レギュラーシーズン終了後には、第4回 WBC のブラジル代表に選出されたが、チームは予選で敗退して、本大会進出はならなかった。2016年9月30日、8月6日に行われたパット、 ベンディットとのトレードの後日発表選手としてトロントブルージェイズへ移籍した。2017年は参加の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、128試合に出場して打率。271、7本塁打、50打点、19盗塁を記録した。2018年はトリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレーし、104試合に出場して打率。 277日本類が29打点19盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月24日にマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕からトリプル A 級タコマレーニアーズでプレイし、7月23日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、翌24日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは41試合に出場して打率。271本塁打、12打点、6盗塁を記録した。2020年オフの12月18日に DF となった。2020年12月22日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。ありがとうございます。